それじゃあね、今回もカップデデフともっと上を目指すシングルレートやっていきたいと思います。今回はね、メガカメックスを使おうかなと思います。でね、なんかいろいろ考えた結果、シーズン1の最終レートで使ってたポケモンたちがね、テッカグやマンム、バクフーンってね、結構個人的には懐かしの思い出のある顔ぶれが揃ったんで、まあそれがいいのか悪いのかわかりませんけど、まあこんな感じのメンツで今回もやっていきたいと思います。それでは対戦までカットしたいと思います。どうぞ。それでは対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。おバンドリマンナですね。そしてコケコアシレーヌ、ナットレートン、はい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 。バンドリマンダかー。とりあえずカメックスは欲しいかな。よいしょ。まあ、コケコがきついので、当然対抗するためにポケモンが欲しくて。まあ、コケコだったらマンムーかな。直帰なんでね。草結びも一応2発受けられるくらいの耐久はあるんで、相手が陽気じゃない、臆病だったら。それとプラスしてですが、何使おうかな。いやー、ミミッキュかな。無難どころとして悪くない気がしますね。カメックス、ミミッキュ、マンムでいきましょうか。初手はカメックスでミミッキュ、マンム、いや初手マン、ミミッキュからどうなんだマンムーでもいいや。初手カメ、マンムーでいきましょうかな。カメックスとかバレそうなんですよね。いや、でもマンムーもバレそうですよね。いやー、よろしくお願いします。あと、その、なんだっけ、そう、カメックスはね、あんまりレートで使ったことがなくて。あんまりっていうか初めてですかね。育成時代はね、結構前にしてるポケモンなんですけど、ちょっと緊張してますね。うまく使えるかどうか。ポケコを読んだんだけど、来ない気もするんですよね。アシレーヌか。直帰なんで一発は与えると思いきや、水ゼットは無理な気がする。そうですね。まあ、何にしても自信でいい気がしますね。自信で。一発ダメージ取るのは悪いことじゃない気がする。さあ、相手考えてますね。普通の歌方のアリアなら、まあ、一発は耐えるでしょう。それプラスアクアジェットも耐えるんじゃないですかね。そもそもマンムーの、イジプトマンムーの自信がどれだけ入るかですが、まあ7割8割ですかね。まあそのぐらいか。まあ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 、これですよね。とここでカメックスから入るか、ミミッキから入るかですよね。ミミッキは Z 持ちなので、ゴーストデッドなので、それで殴ったら、まあ確実に倒せるとは思うんですが、うん、それでいいかな。それでいきたいと思います。ミミッキから減らしたいと思います。さあ、ミミッキ、選択するのは、じゃれつくちょっと怪しい気がするんですよね。マンムの地震であのダメージだったんで。まあ、無限暗夜のいざないで殴りたいと思います。さあ、崩れ、とりあえず崖の皮潰される。あー、それ考えるとカメックスから入ると思ったけど、カメックスも打点がないんですよね水の波動、冷凍ビーム、波動弾、アクアジェットだと、まあ足手に対して打点ないんで、まあ、無限暗夜で処理をして、ここ次、とにかく、マンダが嫌だな。マンダはちょっとあんまり来てほしくないですかね。さあ、指令の処理する。マンダか、竜舞してくれると嬉しいんですけどね。どうでしょう。ここはトリックルームを選択していきたいと思います。一発耐えないかな耐えない気がするな。
してみたくる。まあ、言いつぶりとは言っても、これは耐えないですかね。お、耐えた耐えた。よし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 。で、トリックルームと。よし。これまだありますね。ただ、ラストによるんですよね。ナットだって、いやでも、コケコがナットですよね。ドリューかバンギがピンで来るってことはちょっと考えづらいので、コラスイッチはそのどっちか、でもナットだ、いや、どっちでしょもう負けか。かなり厳しい。カメックスじゃ無理ですよね。どっちかっていうと、ナスイッチをナットと読んで、ここ落としてもらって、ボーマンダの攻撃一発耐えて、レイビリ落として、で、ナットに波動弾打って、まあ、落ちたらっていう方を狙うべきだったような気もしますね。ここは呪いで、まあ、退場して、ラスイッチが、カプコケコだったら、とりあえず素早さは勝ってるので、そこからまだ、水の波動で落ちますかね、カメ、あの、カプコケコって。ハイパーボイスを特殊も採用してるんですね。はい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 。さあ、ボーマンダ倒して、両刀型かも。流星群とかも覚えてそうですよね。さあ、カメックス。さあ、初めて使うんですが、これはちょっとうまく使えなさそう。あ、HP 偶数になってる。いや、かなり昔の、1年以上前に育成したポケモンなんで、きっと意識してなかったんですよね。あーもう、いやーなんかナットレースがするなー。パワーリップ全部外してくれないかな。さあ、レイドビーム、マンダを処理して、ラスイッチ。カップコーケコ、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 水の波動で落ちるかな。でも落ちないと思うんですよね。そして多分10万はさすがに耐えないと思う。HC とは HC なんで、さすがにコケコの10万耐えないでしょうし、まあ、水の波動ですかね、とりあえず最大打点の。さあ、水の波動、できれば落としてほしい。お願いします。こんなん、無理かー。耐えて！マジか、ナイス！さすが。いい耐久してますね、カメックス。対戦ありがとうございました。よーし、カメックスちょっと侮ってた。いやー、いい個体、いいポケモンだった。対戦ありがとうございました。よし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 。カメックスも強みが出ましたからね、この耐久力。よーし、うまいことトリックルームからカミックス展開して勝てたんで、やりたいことできると嬉しいですよね。それじゃあ、次の対戦に移りたいと思いますので、それまでカットしたいと思います。それじゃあ、どうぞ。それでは対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。ちょっと充電がやばいんだけど、ちょい。よいしょ、相手のパーティーが、ギャラドス、マッシブーン、ポリゴン2、ドリューズゲンガー、おー、ライコーか。はい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 。そうですね。いやー、どうだろう。爆風は悪く、いや、よくないか、まあ。カメックスは悪くないと思うんですよね、個人的に。問題はギャラだなー。ギャラきついかな、うちのパーティー。テテフ初手に投げちゃいますか。エスパー Z なんでゲンガーきついんですけどね。普通にヘドバクで落とされたと思うので。それコールするんだったら投げられる鉄火具やなんか置いとくってのも手か。いやー、初手マンムーっていうのもありかな。いや、でも、テレフカメックスマンムーとかでいい気がする。いや、かぐや欲しくない？いや、マンムーいないと、ライコーかんない。よろしくお願いします。あ、キャプチャーするの忘れた。よろしくお願いします。ライコーを意識しすぎたかな。でも、どうなんですかね。ライコーはテテフでなんとかするっていうのもありっちゃありな気もするんですよね。
手手の耐久だったらある程度は打ち合えると思うし、さあ初手はドリフズですね。これも意識すると鉄かぐや欲しかったですよね。かぐやがいたらかぐやで受けられたんで。さあってここはまあアイアンヘッドで来ると思うので、一発カメックスで受けましょうか。受けた後どうするかですが、受けたら水の波動を打ってればいい気がしますね。とりあえずは全体的に見た感じは。なんでそれでいきたいと思います。ただ普通にドリュウグじゃないわ、なんじゃないわ、かぐやが削る、かぐやじゃない、カメックスが削られすぎると、ドリュウの自信受かんないっていう事態に陥って、最終的に普通に上から殴られて全抜きもありえそうなんですよね。ここは普通に水の波動でいいかな。メガ進化して水の波動で。おそらく交代してきますね。はいはいはい。出てくるのが雷光ですね。どんだけ入るかな？ダメージ。さあ、プレッシャー。さあ、メガ進化して、水の波動、半分ちょいくらいだと思うんですよね。で、この次のターンは多分雷光電気技だと思うんで、まあ、それ読んで、あれだ、なんだっけ？そう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 。何分投げですかね。いや、3分入らないし、しかも食べ残しっていう。はい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 。瞑想するやつかな。まあ、満分には打点がないと思うんで、満分投げたいと思います。瞑想身代わり、か電気技、メザ氷とかですかね。満分で積むから、あんまりそれ選出したくない気もしますが。よしよし、10万ボルト。お相手のパーティー飛行タイプいたっけ？あ、見ますか？確認。飛行タイプいますね、ギャラドス。まあ、ギャラだと、ギャラか、マッシュルーンかポリツーはいると思うんですが、まあ、来てもいいんで、とりあえずここは自信打ちましょうか。読むんだったら、つららばりだけど。じゃあ、ギャラどうするんだろう？ほんと？ギャラどうするんだろうな。ここはツララでいい気がしますね。ツララ打ちます。引っ込みますよね。ここで居座るのはない気がする。ギャラの衆、よしよし、自信じゃなくてよかった。お、色違いいいですね。多分半、4分の1いったらいい方かな。2発でいけるかどうかですよね。あ、意外と入るな。あ、最近陽気マンナばっか使ってたから火力が高く見えますね。お、3発当ててくれる。5発当ててもいいんですよ。いいですよ。いいですね。いいですね、マンム。マンムちゃんいいよ。ここで問題になってくるのがカメックスを受け出し、滝登り読んでカメックス出したとして、おそらく、いや、どうかな、カメックス出して、まあその次のターン相手も打点ないと思うんで引くとは思うんですよね。カメックス出しましょうか。B140。まあ、そこそこ耐久もあるし、ここはラッシュもいい気がする。いや、てか、テレフが腐ってるのか。どれかっていうと、これテレフいらない感じかな。いや、雷光に対しては後出し生きるから。これカメックスを出す。滝の森。死が消え去った。これまあ、水の技を選択しますね。しまして。で、あ、でも、メガ進化するかな。で、カメックス出しても打点ないじゃん。まあ、打点ないけど、相手からもないと思うんで、あんまり。これ、水の波動、水の波動打って、そこそこの打点を取って。雷光来るかな。雷光来たら雷光に対して手で振らなければいいと思うんですよね。
できればもうかなりの打点取ってほしいんですが。悪事圏内かな、これって。控えめだからな、アーチのカメックス。多分悪事圏内じゃないんですよね。さすがに無理だと思う。で、ここでどうするかですよね。相手の満面バックを読むなら、ここで、あいつな。そう、ギャルドスを出したい気持ちもあると思うんですよね。混乱もしちゃったし。それを考えると、ギャラバックの可能性もあるって、ギャルドスと対面してもテレフはそんな悪くないんで、ここはテレフ投げでいいような気がしますね。テレフ投げたいと思います。カメックス、この HP で、あ、お相手交代してないですね。じゃ、混乱してくれるのが一番美味しいですが、さあ、ここどうなるでしょう。さあ、10万ボルト。まあ、半分もいかないですよね。そうですね。ここだな。ドリューズが出てくると思うんですよね、おそらくですが。で、ドリューズを削って、ドリューズと、カメックスの対面を作って、カメックスで、まあ、雷光に交代したら雷光を落とすかなんかして、もしくは死に出して雷光が出てきて、そこからまたマンムーと雷光で、マンムーとギャラとしてなんとかなりますかね。と思うんで、ここは、マキシマムサイブレーカーを打ちたいと思います。素直に交代出てくるのは当然ドリューズと。佐藤属性、で型破り。ここで選択するのはマキシマムサイブレーカー。まあ、かなり打点取れる。まあ、さすがに倒せないんで。どうなるかですよね、ここ。強助けまで行くの？単元ですよ。そんな火力あったっけ？ドリューズって、このドリューズってなんだ？ S、純速？もしかして抜いてる？これ。抜いてたらもう、相当有利ですけど。てか、スカーフだったら受かってないってことですか？もしかして、ドリューズ。スカーフテレフの最近の2発は受かれないってことなのかな？まあ、ここはでもテレフ捨てでいいと思うんですよね。もし抜かれていたとしても。自信、まあまあ落ちるでしょう。ドリの S っていくつでしたっけ？ドリの素早さって。種族値。あれ、テテフが95で、ドリも90、あれ？ドリって90でしたっけ ?95 でしたっけ？あ、忘れてしまった。このドリューズはさすがに捨ててくるでしょう。そこから大根を出してきて、またサイクルですね。さあ、水の波動。いやー、さっき大根音の対面の時に、テテフだ、テテフじゃなくて、やっぱり、ギャラ、万能出しとけばよかったかな。ちょっとこれ良くない展開になってる気がしますね。これ、水の花を打つ必要が、もう交代しても仕方ないと思うんですよね。10万円で万能出したとしても、カメックスってもうアクアジェット以外やれることがなくなってると思うんですよ。10万、たとえ万能出して10万ボルト打たれたとしても、そんなに有利ではないのかなという感想なんですが、どうなんだろうな。思い切ってカメックスを捨ててしまって、万能を出して、つらばりをして、で、いいような気もしますね。というわけで、ここは水の波動をしたいと思います。
注文ベルト。お相手素直ですね。深読みをしてしまう私は十兆二百余るんですけども。私も素直に動いていいのかな。セライコーの HP が回復していきますね。これでつぶて打てるようになりましたね。ライコーに対しても。で、満面出しました。で、ここで何が大事って、つるあまりの当たり回数ですよね。ここ。あ、ライコー捨てるか。当たり前っちゃ当たり前か。つるあまり。ラスト。ギャラとの対面ですね。メガ進化しないギャラドスの滝登りって耐えるんですか？これどうなんだろう。メガ進化してこなかったらワンチャン耐える？いや、耐えたとし、メガ進化してこない、それに対してつららばりを打つ、倒す、しかもないのか、手段が。メガ進化をしてくる自信、いや、メガ進化をしてきてそこに自信合わせられれば、多分倒せるんですけど、メガ進化された時点でもう、滝登り耐えない気がするんですよね、マンムーが。いや、耐える気もするな。思い切って自信をしますか？いやー、相手めっちゃ考えてる。いやー、怖いなー。これ変なこと考えちゃってる気がするんですよね、私。目が進化した。そこまでは読み勝ててる。滝登りを耐えるかどうかですよね。耐えてお願いします。HE、あ、でも D しか振ってないからあれだけど、耐えてください、お願いします。あ、無理か。まあ、しゃあないですね。対戦ありがとうございました。あそこの来訪の10万ボルトに対して2回目ですね。あそこでマンムーじゃなくて手札を合わせてしまったのが良くなかったですね。あそこマンムーだったら次のターン、つららばり打って、で、まあまあ、そこそこ有利だった気がするので、あそこが勝負の分かれ目だったように感じましたね。個人的には。という感じで、ここまでご視聴お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。またよろしければぜひ次回もよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。